レッドスター・ベオグラード。レッドスター・ベオグラードは、セルビアの首都ベオグラードに、本拠地を置く、サッカークラブである。セルビアでは FK ツルベナ・ズベズダと呼ばれている。総合スポーツクラブ、SD ツルベナ・ズベズダの一部でもある。ツルベナ・ズベズダとは、赤い星の意で、その国の言語によって、レッドスター、英語、イトワール・ルージュ、フランス語、ローテスターン、ドイツ語、 ステラロッサ、イタリア語、エストレーリアロジャ、スペイン語など様々な故称を持つ。日本では英語読みのレッドスターが用いられる。ユーゴスラビア連邦時代から最も成功したセルビアのクラブであり、リーグ優勝は25回、カップ優勝は12回を数え、いずれも歴代最多である。国際大会でも UEFA チャンピオンズカップ。 インターコンチネンタルカップなどのメジャータイトルを獲得し、国際サッカー歴史統計連盟、イフスが発表した20世紀ヨーロッパにおけ、クラブランキングでは、オランダのフェイエノオルトと並び27位にランクされたユーゴスラビアを代表するクラブであった。第二次世界大戦中の1945年3月4日、レッドスターは反ファシズムを標榜する。 若者たちの集団による内務省系の総合文化クラブとして設立された。クラブは首相として BSK ベオグラードで活躍をしていたライコ・ミティッチを迎え入れ、終戦後の1946年からユーゴスラビアリーグに参加する。1948年から1950年まで3年連続でユーゴスラビアカップを優勝したクラブのリーグ初。 優勝は1951シーズンであった。1955年には、前年王者ハイデュークスプリトの中心選手だったブラディル、ベアラやドラゴスラブ、シェクララツなどを獲得。後に星人、後術の称号を得るミティッチ、シェクララツをはじめ、幾人もの代表選手が顔を揃えたクラブは、このシーズンからリーグ4連覇を達成するなど、国内では、無類の強さを見せ、 1950年代は6回のリーグ優勝、2回のカップ優勝を記録した。欧州の舞台に初めて姿を見せたのは、1956から57シーズンのチャンピオンズカップ UEFA チャンピオンズリーグの前身大会であった。この大会では、オランダのラビット JC、ブルガリアの CDNA ソフィアを破り、準決勝まで勝ち進むが、準決勝では、 得点を奪えないままイタリアのフィオレンティーナに敗れた。2年後の1958から59シーズンは、ルクセンブルクのスタッド・デュドランジュを相手に、当時の最多得点記録となる2試合、計1 4対1の大差で勝利するものの、準々決勝で、イングランドのマンチェスター・ユナイテッドに敗れた。1960年代に入ると50年代までの強さは影を潜め、 三シーズン連続で無冠に終わる。1962から63シーズンは、クラブ史上最低順位となる7位に低迷し、得点数は、広角争いをしていたボイボデナ・ノビサドの半数以下であった。1966年ミリアン・ミリアニッチが監督に就任し、世代交代を推し進めた。クラブの中心だったシェクララツは、ドイツへ去り、後に、第三の星人の栄誉を受け、 UEFA ジュビリーアウォーズにて、過去半世紀における、セルビア史上最高の選手と称えられる左サイドの、ウィンガー、ドラガンジャイッチが対等した。就任者年度は5位に低迷するものの、1967から68シーズンからリーグ3連覇を達成。1970から71シーズンには再び、チャンピオンズカップの準決勝まで進出したが、 ギリシャのパナシナイコス FC の前に4対4のタイスコアながらアウェーゴールの差で敗れた。ミラニッチは1974年、レアルマドリードに引き抜かれるまで指揮を取り、4度のリーグ優勝、3度のカップ優勝を成し遂げた。ミラニッチ辞任の翌年にジャイッチはクラブを去り、ブラディミル・ペトロビッチの時代が始まった。1972年6月にデビューしたペトロビッチは、ピジョン。 後のニックネイを授かり、1970年代後半に入ると、クラブの絶対的なエースへと成長した。1978から79シーズンの UEFA カップでは、このシーズンリーグ特典王に輝いたズシャン・サビッチらと、共にクラを初の UEFA 主催大会決勝へ導き、後に第4の星人として表彰された。 ペトロビッチは1982年にクラブを去るが、以降もトミスラブ・イブコビッチ、ボシコ、ミルコのジュロブスキ兄弟などのユーゴスラビア代表選手が活躍し、ミリアニッチ辞任後の10年で2強を形成していたライバル、パルチザンを上回る4回のリーグ優勝を飾った。1986年、復帰したジャイッチをはじめとするフロント陣は5年にわたる長期計画を立て、 欧州制覇という大目標を掲げる。そして、ジャイッチに才能を見出され、ピクシー、妖精ドラガンストイコビッチが入団したのもこの年であった。1987年の夏より5カ年計画は始まった。1987年のクラブが誕生した日、レッドスターはレアルマドリードにマラカナで敗れた。この日から1992年の3月までの5年間、 レッドスターは黄金時代といえる最良の時間を過ごした。ロベルト・プロシネチキ、死に者、ミハイロビッチ、デヤン・サビチェビッチなどユーゴスラビアを代表する選手が顔を揃え、国内リーグでは5シーズンで4度の優勝を飾った。ストイコビッチは3年連続で MVP を獲得するなど大活躍し、1990年にクラブを去った。この5年間で監督は5人変わったが、 フロント人の顔ぶれに変わりはなかった。1990年4月から5月にかけて、ユーゴスラビア各地で初の自由選挙が行われ、連邦を構成する各共和国で独立の機運が高まっていた。5月13日、ザグレブで行われたタイディナモ・ザグレブとの試合で暴動が起こり、これをきっかけに、ユーゴスラビア全土に戦果が広がっていくことになる。 詳細は1990年ディナモザグレ対レッドスターベオグラード戦でのボードを参照。1990から91シーズンのチャンピオンズカップではフランスのオリンピックマルセイユを PK 戦の末に破り初の欧州王者となる。皮肉にも前年までクラブに多大な貢献をしてきた第5の星人ストイコビッチはマルセイユのベンチを温めていた。 試合を決める PK を蹴ったダルコ・パンチェフはこのシーズンのヨーパゴールデン州を獲得した。その後のインターコンチネンタルカップでもチリのコロコロを破り世界一となり、この時のセルビアを東京へというスローガンはその後のユーゴスラビア紛争でも多用された。長引く紛争に国連による制裁など欧州王者となったクラブを取り巻く状況は苦しいものとなっていく。 前回大会王者として臨んだ1991から92シーズンのチャンピオンズカップでは、ホームゲームは全て第三国での開催となり、この大会から導入されたグループステージでイタリアのサンプドリアに及ばず敗退した。主だった戦力は西側諸国に流出し、ユーゴスラビアは解体された。紛争終了後の新生ユーゴスラビアリーグでは、 ダルココバッチェビッチやデヤン・ペトコビッチ、ネボイシャ・クルプニコビッチなどの新しい力がコンスタントに台頭するも、ほとんどのシーズンでパルチザンの後陣を敗する結果となった。監督は次々に更迭され、星ト・ピジョン・ペトロビッチまでもが1年を待たずに職を追われた。紛争終了後のリーグ優勝は1999から0 0シーズンまでなく、1990年代を通じて、 リーグ優勝は2回に止まった。1998年にはジャイッチが2005年にはストイコビッチが会長に就任し2009年には再びペトロビッチが監督として復帰した。2000年代に入っても国内リーグではパルチザンとの二強を形成しているが2009年は所属選手の給与見払いが表面化するなど 2500万ドルに上るとも言われる負債による財政難もあって、欧州の舞台では活躍できない日々が続いている。2010年、クラブは新たなメインスポンサーとして、ロシアのガスプロム社と5年の契約を結んだ。契約量は年間380万ドルと報道されている。ホームスタジアムである、スタディオンツルベナズベズダは1963から64。 シーズンから使用が開始された。3年の後期を経て建設された、収容人員5万人を超す巨大スタジアムは当時のバルカン諸国最大規模を誇った。スタジアムのコケラ落としは1963年9月1日、NK リエカとの対戦で、試合はレッドスターが2対1で勝利した。翌年、スタジアムには11万人もの監修が押し寄せ、その光景は、 世界最大のスタジアム、エスタジオド・マラカナンを連想させた。これ以降、スタジアムは、マラカナの通称で呼ばれることとなる。このシーズン、レッドスターは4期ぶりに、リーグ優勝を果たした。現在の収容人員は5万5千人ほどで、マラカナの北西に位置するパルチザンの、本拠地スタディオン・パルチザンとは、直線距離にして、約1キロほどしか離れていない。その実績から、 セルビア国内では圧倒的な人気を誇り、セルビア国内の半数弱がクラブを支持しているという調査結果もある。サポーターは英雄を意味するデリエ、ディリージャと呼ばれ、同じくベオグラードを本拠地とするライバルであるパルチザンベオグラードとのダービーマッチは特に盛り上がりを見せる。2009年4月にはパルチザンとの試合中にサポーターが警察と衝突し、95人もの逮捕者を 出した。クラブでは、大きな功績を残した功労者に対して、ズベズリナズベズダ、スベズデナズベズダという称号を授けている。日本語では、星人と訳される。現在までの受賞者は、以下の通り。上記の5人の他に1991年、欧州王者を獲得したチームが、第6の星、セスタスベズデナズベズダとして表彰されている。 ルーマニア国籍のミオドラックベロデディチを除いて全員がユーゴスラビ国内出身の選手だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。